トモヘセーター、ありがとうございます。うどむさん、マフラー、ありがとうございます。かわいいギフト、ありがとうございます。みきやくん、ハートのセーター、ありがとうございます。仕事前にギリ来れた。仕事前、大変だ。仕事前、そう、今日は明日の予習をしなきゃいけないから早めに終わります。早めっていうか早めに始めたから(笑)いつもより早めに終わる。0時までしない。こんばんは。いよいよ明日は福フェスです。福フェスです。こんばんは。そう、でも夜がなんか配信できるかできないかギリギリなので、朝行く前にちょっとだけする。明日は配信、夜もできたらやるんですけど、ギリギリだったら微妙なので行く前にします。ちょっとだけ。って言っても10時。そうなんよ、特典会合わせたらめっちゃ夜遅くまであって、そうだからちょっと押しちゃったら微妙になるので、朝一応保険で少しやっていこうと思って。そう、10時。そうなんよ、特典会がさ9時とかからでしょ。9時半とか。みんな展開はライブ後だからね、終わって帰らないように。7000円分買った方ははるさん、マフラーありがとうございます。ライブ後に特典会がありますので、特典会が押したら夜配信が微妙いので、風吹いてるの気づかない？近すぎて。パセリも微妙って言ってた。パセリ、そう、パセリ B チームだっけ、 A チームだっけ、 B チーム、 A も B も終わった後。あさっては花だれです。しあさってはお話し会です。あさってはお花だれ。あ、 A と B 同時にやるんだ。まあ一人一回しか参加できんけんね、同時にできるか。花だれ、チーチーレモン、チーチーレモン飲んでないですよ。タイピーエンさん、かわいい、ありがとうございます。始まってるで。今日は0時までやらないので早めに、30分早めに始めた。
始まってるで。なんかめっちゃ金曜日感ある今日。お疲れ金曜日って感じだもん。まだ水曜日かよ。こんばんは。でも街に人がたくさんいて、大学生が春休みだから、なんかカフェに行列ができてたりして、なんかだから休み感ある。街がめっちゃ休みなの。大学生とか JK とかがめっちゃうじゃうじゃいて、平日なのに、あれ今日平日だよねみたいな。カフェとかも行列だし、なんかカラオケとかも並んでて、めっちゃ人いた。今日新春グッズ届きましたね。見ました、ツイートしてる人の画像を。お箸、お箸。あ、高三生も休みなんか。なんか JK っぽい人もたくさんめちゃくちゃいて、そう、大学生は春休みだし、そうだね、高3も休みな人は休みだ。今日なんかあったんかな、なんかめっちゃ人いたんですよ、なぜか大学生か。チーカーの CC レモンが売ってる。そうなんだ、だから TC レモンってことなの、チーカーの。私炭酸飲まないんだよね、あんまり。アキアンさん、お疲れありがとうございます。そう、 JK3 が休みな人は休みな人もいる。どんちゃん、ありがとうございます。花だれ公園では新春グッズのペンライト使用します。お、早い。全部使おうよ。カバンとかもついてたよね、あのカバンに入れよう。カバンとお箸と。明日は福フェスです、よろしくお願いします。8時半からライブって結構遅い。ちくわパパさん、お疲れありがとうございます。ね、今の時期は休みの高校3年生と必死になんか2時の実験がある高校3年生がいる。もう決まってる人はワイワイしてるけど、まだ決まってない人はピリついてるっていう好きです。やすべえさん、ありがとうございます。え、外食控えるって言ったけど、誘われたら行くよ、そりゃ。私からは誘わん。今日は誘ってくれたから、暇だから行くよって行きました。スピーカーはまだピリついてたかな、この時期は。こんばんは、忘れたけど推薦とかではなかったので。うん、誘う、私からは誘わない、極力。けど誘ってくれたらさすがに断らない。外食控えるからとか言って断らないですよ。そんなことはしないです。おじさん、毛玉ありがとうございます。そう、カレーを食べたの、キーマカレーみたいな。あれでも軽すぎた、パクッと。全然お腹いっぱいにならなかった。
そう、センター試験世代。私の1個下もセンター試験かな。センター試験です。弟の代からセンター試験じゃない。そう、量少なかった。食べたか食べてないか分かんないぐらい。こんばんは。こんばんは。アイドル好きさん、ありがとうございます。ギフト毛糸玉、こんばんは。そう、ひき肉は苦手。でもキーマカレーぐらいは食べれるよ。ハンバーグも食べれるし。クッキー、クッキーじゃないわ、毛玉、ありがとうございます。クッキーに見えたよ。そのアバターいいね。なんか20万ポイントとかのやつか。25万ポイントとかの。私やってないな。名前入りアバター。名前入りアバター別にいらんなって思ってたけど、こうやって人の見たら可愛いな。ね、クッキー、昨日そうコメントでクッキーかと思ってたって言われてから、クッキーが頭に。いい、花ゆきさん、ありがとうございます。毛糸玉よりもクッキーの方が言いやすいから。こんばんは。カレーと一緒に写ってる小鉢、小鉢、あ、あれ水大きいです。水が置かれてる。みきやくん、ありがとうございます。クッキープレゼント届いてたよ。そういや今日ちらっと見てきた。まだ持って帰ってないけど。いやいや、うんうん、夢にユキリカが出てきていい目覚めでした。お、何してましたか私。いいですね。早い。マジいつ出したの。届いてた。でも少なすぎたからもうちょっと溜まってから持って帰ろうと思って。でも見たよ何が届いてたか。ココイチあんまいかんね最近。そう、キーマカレー量少ない。でもいいね、あれで我慢できたら。なんか若いなんか OL さんの食事みたいな感じでちょうどいいかも。行ってごらんって言ってる。そう、まだ1個しか届いてなかったから、もうちょっと袋がいっぱいになってから持って帰ろうと思って。事務所行く機会いっぱいあるし。意外と快速さん、ありがとうございます。そう、前のだけ1512。お、12増えた。まあまあ、
眠気は吹っ飛びました。眠いですよ。だからでも何かそう何か年賀状がどんどん送れる。もういいよ送らんくて。そう年賀状じゃないよ。ポン太郎さんクッキーありがとうございます。ルームレベルは1612。ルームレベルも目指せ2000だな。ルームレベルって1上がるの結構大変だから。たっくんありがとうございます。ん？アニコス。ルームレベルが先、わかんないよ。日付が先かも。アニメのコスプレ、アニコス。こんにちは。星があったら結構上がるんですけどね。なんかポイント数で上がるから。今は全然上がんないよ。1上がるのに数日かかるから。グレンパサランさんありがとうございます。毛玉、毛糸玉、あ、お茶あっちに忘れた。お茶買ったのに。ハートのヘアピンかわいい。そう、これはなんて書いてるでしょう。見えんか、ピントが合わないから。M、 そうです、あなたのイニシャルです。命感じで、ね、M ですよ。見えんかな M。 めっちゃ自信ちゃんって。そこにいるあなたの M です。こんばんは。なんてね。モッキーの M？ モッキー？これは宗行の M です。わらびもちさんありがとうございます。はいってまあ本当はこれは三上優愛さんのブランドなので、三上さんの M ですきっと。だけど宗行の M でもあるから可愛いと思って M。
わらびもちさん、ありがとうございます。みかんの M、 みかん、あ、みかさんね、みかみさんか、そっちです。こんばんは。みかんの M、 胸ゆきの M。 でも誰かのブランドが MR とかなんですよ。三上さんのロゴかな、ブランドのなんかが MR で、めっちゃ胸ゆきりかと思って、誰かがプロデュースしてる服のブランド名がのロゴが MR で、三上さんだったっけな。ミスターだから MR なんかな、服のロゴとかが MR なんですよ。だから私にぴったり。帽子とかにも MR って書いてあって、私のイニシャルなんですよ。だからたまたまだけど、ラッキー。ね、ゆきりかのブランドね、うねゆきりかじゃんみたいな。MR だから。そう、ハンドメイドはダメです。何作ろうとしてるの。ね、ラッキー、好きなアルファベット M と R なんで。ラッキー。リカちゃんに似合う服いっぱいある。どこ、こんばんは。ゴールドの G じゃない、ない G はそんな好きじゃない、なんかゴキブリなイメージあるから。あ、ネックレスとかイヤリングとか、そうだね、手作り微妙なラインなんだよね。なんか通りそうでもあるし、でもダメっちゃダメ。100G は好きじゃない、数字は好きだけど。お金の O、 いや O 好きじゃないよ。 M、 R が一番好きだけど、その次が M。ペホーゲナPG ですね。架空のブランドいらんな。 AS あんま好きじゃない。お金の気、あー確かに 1K みたいな。いや好きじゃないね。こんばんは。マネーマネー、こんばんは。私の
円はお金と同じ円です。円。D。 D って誰？リボビタン D。 ユキリカは数字の中で一番好きな数字は何ですか？一番？そうやな。八。文吾さん、ありがとうございます。1か3か8な、なんか特にないけどな、好きな数字とかねえですけど。パチパチ。日本銀行の屋根、空から見たら円の形。好きな数字はないよ。あ、6はあんまり。数字138で、馬やってんのかい。好きなポケモンはいません。おりません。ユキリカポケモン6匹言えなそう。言えるよ。好きなお寿司のネタは何ですか？エビ。エビです。シャコエビ特に。今日なんか眠いよね。コメントが止まるけんかな眠たくなるね。サラピも眠いって言ってたんよ。なんでやろ、今日眠い日なんかな。コメントがゆっくりやけんかな。ごめんなさいじゃないですよ。眠いのに今日まったりだから配信が。あ、サラピ早めに終わったそう。眠すぎて1時間もできんかったって言ってた。寝たかな、もう。なんで今日眠いんだ。今日は私はね、久しぶりにあることをしたんです。さて何でしょう。盛り上げ弁当。お茶取ってこよ。眠いから。お茶。ギフトが少ないとこに。ギフトが少ないの。よいしょ。やっとこしよう。うわー、部屋が荒れてるって言われる。なんかこの髪の毛気持ち悪い。見て、ふにゃふにゃ。あれみたい、貞子。よいしょ。ビニールの音、これだから原因。プレゼントだから。
これ紹介してないよね。プレゼントがここに容器あるんですよ。あなたたちからもらったプレゼントだから、ゴミじゃないから。ゴミじゃないよ、プレゼントがね、ここにたくさんあるんですよ。決してゴミの山ではないです。ガチャ違います。全然参加せんやん、ゆきりかクイズに。ここにねプレゼントがたくさん置いてあって、貞子はストレート、はい、すいません。え、貞子の髪うねってなかったっけ。今日巻いてたんやけどね、湿気が多くて取れちゃった。掃除じゃないです。掃除は結構頻繁にしてます。久しぶりに。皮下脂肪を減らす。確かに貞子巻いてないか髪の毛。何をおしゃれしとんねんってなるわな。トラさん可愛い、ありがとうございます。模様替え違います。誰も当たんない。当てるまで離さないよ。可愛いギフトありがとうございます。ドンドクドンドンドクドンドンドクドンドン。当てるまで離さない。私が喋らない。何クイズ。今日私が久しぶりにしたこと。ジムった。違います。昨日勉強してない。あ、ゲーセン行った。ほぼ正解です。ほぼ正解です。職務質問まだ一回もされたことないんだよね。怪しい人間じゃないから。クレーンゲーム正解です。今日は久しぶりにクレーンゲームをしました。私久しぶりじゃない、めちゃくちゃ。今日の戦利品なんだ。もうクイズにしても誰も答えないからクイズにはしません。今日の戦利品はこちらです。じゃん。ズズズじゃん。モモンガです。そう、最後にゲットしたのモモンガ。しかもこれ今日かららしいんよ。すごくない？今日からのなんですよって言ってた。かわいい。怒ってないよ。かわいいじゃん。
可愛いでしょ。この子と写真撮ればよかったって思った。撮るの忘れた。撮れた嬉しさでもうすぐさ見せて出てったから、この子と写真撮ればよかった。ゲームセンターで3期生みたいに可愛いでしょ。モモンガでーす。新作可愛いと思ってね。3期生ゲーセンでさ写真撮ってるじゃん、こうやってクレーンゲームのを背景にイエーイみたいな、イエーイみたいな、そんなことせずにもう撮れた嬉しさでもうやったーと思ってルンルンで帰ってったので写真なんて撮ってないです。可愛い。でも新作だから設定上限設定金額が高かったので結構かかったけど、なんかクレーンゲームってさ途中で引き返せんじゃん。私途中で引き返せないので。スクショタイム、もうある程度やったら絶対に手に入れないと帰れない。そうね、引き返せないよね。続きからやったら次の人が簡単に取れちゃうって思っちゃう。そうでもこの子を買うよりは安く取れた。某サイトで調べて、あでも買うよりは安いと思って。みきやくんかわいい、ありがとうございます。かわいいね。だからもうしばらくしない、引き返さなくなるから半年に1回ぐらいにしよう、クレーンゲームは。かわいいって言っても私11月か10月にしたような。11月頃にしたのか。12、1、2、まあ3ヶ月に1回なら1年に4回、まあそんぐらいでいっか。可愛かったので撮っちゃいました。そうね、3、4ヶ月に1回ぐらいがいいね。そうサイトで買ったらめっちゃ高かったから、だから買うよりは安く手に入ったのでまだマシだと自分に言い聞かせて。かわいいでしょ。そう今日からの新作キャッチフレーズかっこいい、私のなんか今キャッチフレーズ言ったっけ。次は5月。そうね、次は5月頃ですね。そうメルカリより安いからセーフ。今日からの新作です。いくら使いましたかって、もうそれは計算したら負けなので知りません。でも買うよりは安いです。そうお気に入りです。もうお気に入り、取れたから嬉しい。バンナムで2月21から本当に今日からじゃん。わじゃあめっちゃ手に早く手に入れてる。チーカーファンみたいじゃん。大きい、まあ、
いくら使ったかは計算しない。もう手に入ったことが嬉しいから。知りません。そう。ルイさん、ギフトありがとうございます。ちいかわ系とかは人気やけんさ、設定を高くされたよね、確率機能だから、なかなか取るのむずいんです。おパンチウサギとちいかわは他に比べて上限が高いので、確率機なんでね。フグフェスお待ちしておりますって、ありがとうございます。フグフェスで、お母さんもちいかわ好きって、お母さんもちいかわちょっと好きですよ、ちょっとね。お母さんはうさぎが好き。ゆきりがちゃんのプレゼントも漫画だらけになったりしてて、私が推し変してるのバレちゃう、ちいかわないで。ダメだ。まあ、よくない。よくないです。こんばんは。あ、でも栗まんじゅう先輩は好きですよ。一番。これ二番目ぐらい。今2位です。1位が栗まんじゅう先輩で、2位がモモンガで、3番がウサギです。でもつい最近まではウサギとウサギが2番目だったの。ちいかわとウサギが2番目ぐらいだったけど、モモンガが入ってきたんです。でも栗まんじゅう先輩はずっと1位。でも二押しがモモンガです。ウサギとかチークワも好きだったんだけど、今もモンガ。こんばんは。そう、プリマンジュ先輩今3押しまでです。3押しまで。プリマンジュ先輩はやっぱり可愛い。一押しはずっと変わらないからセーフ。そうね、確かに単押しみ、単押しっていうか一途だもんね。やっぱり栗まんじゅう先輩が一番可愛いけど、やっぱりね。八割はそんなに、そんなにって感じ。まあ今日はこの子を手に入れました。お話し会で先輩みたいな人いない？栗まんじゅう先輩みたいな人ってこと？頭が何がですか？栗まんじゅう先輩のぬいぐるみもっといっぱいあるんですけど、ここにもない。え、こういうヘアスタイルの人はいないかな。意外とこれ髪の毛ってことやろ。いない。ね、なんか絶妙にね顔違うんよね、このちいかわの仲間たち。
こういうヘアスタイル、そう。逆、逆か、逆に円型の。こんばんは。髪の毛、髪の毛ではないけど、そう、明日はね、服フェスで四国のものが売られてるみたいな、ツイッターで見つけた。愛媛はみかんジュース、みかんゼリージュースみたいな。嬉しさは伝わってくるね。ゲームセンター取れたら嬉しいよね。でも取れんかったらもうなんか嫌な気持ちになるから、私はもう取れるまでやっちゃう。嫌な気持ちでは帰りたくないのでね、削っちゃうので。こんばんは。削っちゃいますので。みっちさん、毛糸玉ありがとうございます。諦めたことも、いや、あんまないですね。まあ数やれば絶対取れるんで。そう、そう、でも何回か最初何回かやったら、でも店員さんとちょっと仲良くなれた。なんかめちゃくちゃ取れやすくしてあげたいけど、これ今日出た新作だからあんまりまだアシストできなくてみたいな言われた。さっき出たばっかなんですって、さっき出したばっかなんですって、だからアシストしたいけど、お姉さんが言っておりました。なんか電波悪いな、ツイッター見れない。2回両替、そんなには使わないかも私。そんなには前のモモンガは1回か2回で取れたし、そう、これはちょっとかかったけど、まあでっかいんで。ほんとだ、セットなんだ、なるほどね。徳島のりじゃん、これこの前公園のあの公園の時に差し入れでいただいた森。ね、さっき出したばっかだからあんまアシストができない、しかも人気商品だからって言ってた。チーカーは人気でみたいな、やっぱそういうのあるんだなって思って。しかもまん丸いから取りにくいって言ってた。なんか手足とかが生えてたらさ、引っかかったりして取れやすいんですよ。マジで狙うものミスったなって思いました。手とか足とかがあったら取れやすいけど、これはまん丸だからコロコロ転がるって言ってた。わ、そう、もうちょっとデコボコしてたら引っ掛けるところとかあるけど、引っ掛けるところがないからむずいよって言ってた。引っ掛けるところがないので、そう、
あ、50セットなんだ先着。じゃあむずいな。よく取れた。そう、取れた。お姉さんと喋りながら取りました。頭が重いですね。下は軽い。私もゲームセンターでバイトしたいな。翼欲しいさん、レインボースターありがとうございます。限定50。そうだね。で、まあみんなは愛媛行く機会があるだろうから、愛媛で買ったらいいさ。しかも東京のあそこで買えるじゃん、瀬戸内。しかもそこの東京、東京でさ、なんか愛媛フェアみたいなのしてない？今ちょうどなんか流れてきた、愛媛フェア東京かどっかで、東京でやってた気する。21から27。ほら、丸ごと八幡浜フェア、香川、愛媛、瀬戸内。あそこだ、新宿の新橋だっけ。あ、新橋だ、新橋の、新橋のところです。と今ね、このクッションに座ってるんだけどさ、滑り止めがついてるんよ。でも今ミニスカートだから、生足で座ってたら、なんだろう、足に滑り止めの跡がめっちゃつく。てん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 て、わかる？ボコボコになる足が。すごい足がボコボコ。新橋だ。八幡浜フェアやってるよ。愛媛。21から27。東京に行った方。新橋。マリンビル。ジャホテンとかも売ってるじゃん。そう、生足で滑り止めに座ってるから、なんか足がブツブツ。おすすめはみかんジュースです。じゃこ天もおすすめだね。や、じゃこ天焼いたら美味しいよ。焼いたら、そう、焼いたら美味しいよ。すぐ食べなきゃってね。夜ご飯に焼いたじゃこ天をおかずで食べれるよ。焼いたおかず、大根おろしとかあったら最高ですけど、まあ焼いたじゃこ天。そうね、福フェスに行く前がいいね。福フェス夜なので。職場の隣の駅だから昼休みに行ける。すごい、27までやってるらしい、八幡浜フェア。八幡浜フェア、ぜひ東京の方は行ってみてね。そう、焼いたじゃこ天美味しい。味がなんか冷えたまま食べるよりも焼いた方が味が出てくる気がする。味が濃いというか。そうね、大根おろしに醤油とかが最高。ですね。お腹空いてきた。まあ焼いた方が美味しいですね。
日は晴れるかな。服フェス。お腹いっぱいです。いっぱい食べるからじゃん。こんばんは。晴れる。でも今日昼めっちゃ雨降ってたんですよ。一回雷鳴った気する。一回だけぐらい大雨で。でも昨日の夜にご飯誘われたから普通に準備してて、メイクして準備してたけど、そうサラピから大雨だからどうするって来たんですよ。大雨だからなんかやめとくみたいなニュアンスで、大雨だからみたいな LINE 来たですけど、まあ雨でもいいやと思って、雨だけどいいよって言ってから準備して外出たら雨止んでたんですよ。15分ぐらいの間で。すごくない？私も結構大雨やったんよ、その LINE しよる時は。本当や雨めっちゃ降っとると思いながら、まあたまには雨に打たれてもいいやと思って、そうで、まあ15分ぐらいで準備して出たら止んでて、え傘いるみたいなレベルの。しばらく止んでた。夜ちょっと降ってたけど、行き帰りすごいでしょ。だからメールの写真とか傘差してないでしょ。あれ止んでたんですよ。えみたいな、さっき10分前の大雨どこ行ったみたいな感じです。そうなんですよ、不思議。天気の子ですわ。不思議。晴れてほしいイベントには雪理科いいっすね。でも私がよく遊んでる愛媛のリア友の A 子さんはめっちゃめちゃに雨女なんですよ。だから一緒に遊ぶ日は大体天気悪い。晴れ女なこの私でさえ、そう打ち勝つ雨女なので。新春グッズ届いたよってね、使ってください。もう次の公演からでもペンライト増えたね。ついに六本木ついに明日です。明日は六本木。23の公園に持っていきます。はい、そうしてください。兵道さんとどっちが勝つかなって。でもこの前兵道さんに勝ったよね。兵道さんの生誕の時に。兵道さん晴れ女対雨女、大体は勝てるんですけど、私のリア友 A 子さんにはかなわないです。もう絶対雨。こんなピンポイントでこの日だけ雨降るのかってぐらい毎回雨だから、いつも車雨の中運転だから、また雨みたいな。本当に雨。いちご狩りの日も雨に降ったし、めっちゃ雨。この前の映画とかも全部雨です。ほぼ A 子さんと会う日は。
唯一私が雨に当たれる日。いちご狩りも晴れてる日を選んだはずなのに雨。最近の遊んだ日も雨、いつも雨です。雨だね雨だねって。雨女です。まあ予報なんてね、ただの予報なんで。今日 80% やけど結構止んでたし、予報は予報なので帰れます。変わります。A子さんに会うときは私が誘う。だってあっちは誘えないじゃん。私が今愛媛いるよみたいな感じで言う。あっちからは誘えない、私広島いるから。だからこっちが帰ったタイミングで言います。今愛媛いるけど何日と何日空いてないかいみたいな。四国も見たいけどそっちは間に合わないかなって。四国も結構遅めじゃなかった？夕方だよね。イベント自体がもう4時半とかからだから。福フェス間に合うんじゃない？そう、A子さんは元愛媛の友達だからもう愛媛帰ったよ。大学終わったんで。コストコ行ってない。そう、元愛媛の友達やったんやけど広島の大学を得ても帰りました。4年間終わったので23になるので。ふむ、パカ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 ラパカラパカラ。5時半が定時。でも結構早めだね。ホワイトパカラパカラパカラね。地元帰る人も多いよね。帰らん、そのまま残る人もおるけど半々ぐらいかな。帰った、どうなんだろう、みんな帰ってきてるんかな。A子さんは高1から友達です。高校が一緒の塾友です。塾友、クラスは違う、塾で。高2からかな。いつからあの塾だったっけな。うちの会社は2時半が定時。あ、朝？朝から昼までってこと？最近なんか TikTok でなんかブラック企業の一日みたいな回ってくるんよ。めっちゃその人見てたら私なんて全然忙しいことないと思って頑張るモチベになる。こんなに頑張ってる人は世の中にいるんだと思って。いつも5時起きで0時頃帰ってきて夜ご飯パッて作って食べて1時2時に寝てまた5時に起きてみたいな会社員、ブラック企業の会社員みたいな TikTokが一日の生活をミニ Vlog みたいな感じで上げてるの TikTok に。すんごいと思って。5時なんぼに起きて家帰ってきたらまあ23時から0時頃で
そっから夜ご飯食べて1時2時に寝るっていう生活をね。何人かいるんですよ、でも3人くらいいるんですよ TikTok やってる。そうでも TikTok やってるのすごいよな。そうだから世の中にはこんなに頑張って弱音を吐かずにこんな忙しくても頑張ってる人がいるって思ったらね、私なんてへっちゃらだと思って、ホワイト企業すぎるわと思って頑張れます。こんばんは。ね、でも TikTok はあのやりながら、そう6時半電車に乗るみたいな Vlog 歩きながらで昼休憩にここにいた行ったみたいな Vlog、 一社目とのなんかが終わって隙間時間の昼ご飯みたいな TikTok を載せてるんですよ。すごいよね。新春うちわ福袋のやつ、じゃあ持ってこよう公園に。トートバッグもあったよね。トートバッグに入るんじゃない。トートバッグにうちわとペンライト。そう元気もらえる、私も頑張らなきゃって思えるよね。そんな一生懸命働いてる人見たら、てか最近膝をすりむいで鼻だれで痛い、イチジクみたいになってる。ハートンさんマフラーありがとうございます。痛いよ。こんばんは。早く治るといいね。ね、傷ってどうやって治るんだろう。こんばんは。絆創膏エリオンの床で擦ったんですよ。めっちゃ痛いし、膝をつくふり、そう、まあ膝をつくふりっていうか、そうそうそう、まあこれは私がミスったんですよ単純に。なんか左向いて膝垂れて座ってパッて右振り向く振りがあるんですよ。テレ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 膝で暗闇の2番、星たちは自分が輝いているその1とーっていうところ。右足を立てて座ったらパッて左向くときに右足を下げながら左足を下げるんよ。むずい伝え方。右足を立てて座ったらパッて左向けるんよね、足を折りながら。そうやってみたら分かると思うんですけど、右足を立てて左を下ろしてしゃがんだらパッて振り向けるんよ。逆か、逆かも。でも私逆の足で座っちゃってやばい、このままじゃ振り向けないと思って、もうでもパッて振り向かんといかんから、もう足を引きずって振り向いたんですよ。スッて力技で足を、本当は立ててる足をこうしながらこう逆に座るじゃん、こう。でも私は逆に座っちゃったから、もうフィーンって振り向いたんですよ、すりながら。そしたら擦れたっていう私のミスなんですけど、思ったより痛くて
びっくり。そう、立てる足を間違えたんですよ。だから勢いで振り返ったら思いっきり すった。そう、ザラザラの床なので。でも同じタイミングでちゃんと振り返れてるからみんなには気づかれない。ちゃんとパッて左に座ってパッて右に向けたので誰にも気づかれてないんですけど。膝すった、久しぶりだ。公演中36分、23時にやめます。23時に終わります。お薬何もつけてない。そう、めっちゃヒリヒリして、その後だからユニットの時にお薬ありますかって言ったけどなかったから何もしてない。だからイチジクみたい。イチジク、今日美術強いねってちゃんとメイクしてるんで。今日はメイクしてるんで。そう、応急処置も何もしてないよ。自然治療です。話聞いてたら足痛くなってきた。わかる、わかる。なんか人も聞いてたら。でも絆創膏は貼りたくなくて、目立つじゃん貼ったら公演中に。だから絆創膏は嫌だと思って、そんなの絆創膏は貼りたくないので。自然治療結構傷目立つのって、こんぐらいです。黒目ぐらい。こんばんは。たとえ黒目ぐらいです。わかりやすいでしょ、みんな黒目あるでしょ、やすいでしょ。今日もお疲れ様って、お疲れ様。雨の音がする。明日はね、夜遅いから朝早くなくて嬉しい。早起きじゃない。黒目あるけど見れない。鏡を見るんだよ、鏡を。あ、固まった。
明日の朝配信は何時かなって。予約入れたんだけどね、一応まだ見れないか。10時です。一瞬固まった。一瞬だけね。え、固まってる？10時、そう、10時全然無理でいいよ。だって明日平日やもん。ただの毎日アイドル継続のための15分だけ、まあ、30分ぐらいやるけどのための配信なんで、まあわざわざ早く起きる必要もないかなーっていう。10時でーす。見たい？見なくていいです。見なくていいです。夜できたら夜やるから。夜できたらちゃんと夜やるから。昼はお仕事に集中してください。こんばんは。明日休み取ったので福フェス。そう、泊まりは泊まりだけどさ、特典会が押すかもしれないじゃん。そしたら遅くなってできないかもしれないから。9時半だっけ特典会。なので、お仕事よりショールーム優先するお父さんダメですか？まあ会社によるよね。意外と携帯触るタイミングがある会社と、全然厳しい会社と、そう、会社によります。あ、自宅勤務ならね、問題はない。こんばんは。自宅勤務なら BGM でショールーム。BGM で。まだみんな暖房つけてますか？私はつけていません。18度。毛が抜けた。なんか汚れてると思ったら毛抜けた。抜け毛。つけてます。つけてるのか。つけてない。あ、一緒。
東京寒い？マジ？ね、なんかついてると思って引っ張ったらすぐ抜けた。抜け毛。抜けたんじゃなく抜いたんでしょ。うん、抜くつもりはなかったんですけど、なんかついてるから、そのついてるゴミ取ろうとしたら一緒に毛まで抜けちゃったんです。抜くつもりはなかったんですけどね。雷鳴るくらい雨降ってる。降ってた。マジ？どこ？広島？雷一回だけ鳴った気する。モモンガちゃん。ゴミじゃない。真ん中のは鼻ですか？そうです。鼻です。え、鼻じゃないよ。あ、待って、これ鼻と思って見たことない。なんか模様じゃない？鼻なんかな？模様、え、私は色がついてるだけかと思った。そう見たことはなかった。鼻じゃないでしょ。え、モモンガって鼻ないやろ。色がついてるだけじゃないの？ここにこのシワいってさ、眉間に。鼻って見たらちょっと可愛くないじゃん。なんか鼻って見んといてなら可愛いよ。見て、ただ色がついてるだけで。そう、え、モモンガ鼻あったっけな。え、今まで鼻見たことないんだけど、調べてみよう。言われるまで普通にタラの色がついてるだけかと思った。モモンガを知らないから鼻って言うんじゃない？やばい、電波が悪すぎる。他のモモンガを連れてくる方が早いかな。あ、来た。モモンガ。ちいかわ。え、今日電波悪いよね。全国的やっぱ。何回か携帯再起動したもん。え、私も模様だと思って見てたの。私も普通に模様だと思ってたから、模様だと思ったら可愛くない？鼻って見たらなんか丸すぎる。鼻が団子鼻模様だよ絶対。鼻として見たことがなかったから。あ、出てきた。え、模様でしょ。確かに。でも他の画像にもあるっちゃあるけど。うん、模様だね。目にかぶってるやつもあるわ。模様だわ。目にかぶってるやつもあるから模様ですわ。私もずっと模様だと思ってたの。なるほどね、そういう見方もあるんだね。ちいかわを知らないおじさま思考です。多分私のお父さんとかじいちゃんばあちゃんもそれは鼻でって言ってきそうじゃん。
多分若者には多分模様に見えてるけど、ちいかわ知らない人には鼻に見えるんだ。模様、模様って見たら超可愛いのにな。鼻って一回言われたから鼻に見えちゃう、やだやだ。模様です。超電波悪いわ、全然読み込まん。まあ模様です。いや鼻に見えるだけで印象めっちゃ変わるやん。違うって。そう、ほっぺのこういう模様みたいな感じ。やめて、鼻って言わないで。ちょっと違う印象になるから、顔が。だから怒って見えるのか。これを鼻だと見たら怒って見えるわ。なんかでもこれを模様やと見たら別に怒ってない。ははみたいな、ニコってニヤリってしてる。鼻ではないです、模様です。え、ネットワーク悪すぎね。笑ってるよね。そう、でもあれを鼻へと見たらちょっと怒って見えるわ。で、そう、でも模様へと見てみたら笑ってるよ、普通に笑ってますこの子。タグのイラストはこれ、模様じゃん。模様だよこれは。目と目の影みたいな。そう、付け根の黒い点が鼻。そう、これが鼻ね。ちなみにこれ、この黒い、これこの人形は分かりづらいけど、ここにこれが鼻なんよ。鼻、ちょんちょん、口、ハムスターみたいなね。そう、目と目の影みたいな感じですこれ、ね、モモンガ講座、みんな詳しくなる、モモンガに。なんじゃこの配信は、モモンガ講座。え、ネットワーク今日不安定、何回か不安定になって携帯再起動したりした。雨やけんかな。ためになる配信よかった、いつでも使ってください。これはね、影だよ、鼻じゃないんだよって絶対知ってるよって言われる。鼻として見たことの方がないもん。こんばんは。キャリア、 Wi-Fi の調子も悪い、家の。 iPad Wi-Fi だから。自信満々に使える豆知識。自信満々に言ってもみんな知ってるよ、これが影なこと。自信満々に言ったら言うだけ恥ずかしくなるやつです。え、逆に鼻だと思ったの。あと5分、じゃあ壇上読もうかな、そろそろ。今日はこの辺で終わります。ちょっと寒くなってきたな、暖房つけよう。13位アキアンさん、12位ブンゴさん、11位ルイさん、
10位わらびもちさん、9位みっちさん、8位つばさほしいさん、7位るかさん、6位りょくさん、5位やすべさん、4位みきやくん、3位やするぱんさん、2位とらさん、1位うどむさん。ありがとうございました。え、固まってる？あ、固まってないね。あまりにもコメントが止まりすぎて固まったかと思った。あれ、一気に来た。固まってないです。よかったです。では明日はフクフェスよろしくお願いします。六本木です。モモンガと一緒に寝るのって、モモンガと一緒に寝ようかな。ぬいぐるみってね、出会った初日はね、一緒に寝たくなるぐらい嬉しいよね。出会った初日は、そう、バスツアーの追加申し込みも始まったけど、まだあるかな、バスツアーも。フクフェス明日行く前に10時から配信します。11時間後ですね。そう、先着だからもうないかも。バーイ。明日からイベント続きの3日間です。フグフェス、花だれ、リアルお話し会、即完売だって。追加10人ぐらいでしょ、バス。追加枠めっちゃ少なかったっぽかったから。でも私のファンの方変えたでしょ、一時で。そう、お話し会受付中です。最終受付なので、3月のお話し会来てください。27まで最終です。お話し会来てね。汗じゃないよ、来てね。バスツアーの話か。そう、三連ちゃん。じゃあ終わります。お話し会待ってます。三連休、そう、三連休やけど、日曜は何もないけど、木金土とよろしくお願いします。ほんなら終わります。おやすみなさい。おやすみ。おやすみ。またね。今日は求められてないほっぺを自分から投げた。求められたんかな、流れたんかな、求めた流れたんか、コメント流れたわ。じゃあおやすみなさーい。おやすみー。おやすみー。